今回の話題はこちら。ゲーム考察系 YouTuber のなる兄さんが炎上。経緯としては、アーマードコア4の解説動画を6月に公開する。でも、その内容が間違いだらけで批判が殺到し、非公開にする。8月に修正版と題して投稿するけど、間違いだらけで再び批判が殺到する。コメント欄にて謝罪という名の言い訳をし、さらに批判される。そして、炎上。なる兄さんがやっていることは、映画館のチケット売り場で映画のネタバレをしてるようなもので、解説だとか考察だとか便利な言葉を使っているけど、やってることはただのファストゲームだよ。なる兄さんはシリーズ未経験の方に魅力を伝えたいなんて言っているけど、誰も頼んでないから、僕の大好きなゲームを食い物に小銭稼ぐのやめてもらってもいいかな。なる兄さんはクラファン募って自分でゲームを作成しているようだけど、発売日から数日経ってネタバレされても怒らないんだよね。あなたから感じ取れるのは作品愛じゃなくて自己愛だけだよってことで、ご視聴ありがとうございました。